Hello, this is Hiroshi Hayashi and this is my private diary, April 18th, 2014, in Japanese. Mirasan konnichiwa. Konshu video diary wo okrimasu. seka wa des nen. Ma. 昨日と言いますか、ここをもやもやしていたものがはっきりとした形になって出てきたわけですけども、タミューあるいはタムーっというんでしょうかね、マシフがある3階というんでしょうかね、えー、巨大な火山が、まあ、去年ですね、まだ見つかったばかりなんですけども、まあ、公表されたというんですかね、えー、まあ、それ以れに見つかっていたのかもしれません。その でまあ去年の9月にですね公表されましたでまあ太陽系の中でも最大級の火山だそうです急火山ということになっていますねそれでこの去年その直後からこのタミウ・マセフには注目しそしてまあいろいろ調べてきましたそしてここに来てですね世界中の メジャーな、えー、古代の遺跡がですね全て全てですねタミー・マッシフに向いているということを向いているというのはいろんな意味が含まれますけども発見しましたそして今日ですねまああのインディアン・ヘッドというのは私がまあ最も初期にですね興味を持ち調べたあの 岩岩盤に彫られたあインディアンの顔の絵なんですけどもその視線がですねまっすぐとそのタミュー・マステフさらにその先のイーストポールを、まあ、イーストポールをね見てるってことはもうずいぶん前に発見していたわけですけどもその線上にタミュー・マステフがあるってことを知り、まあ、本当に驚いたといいますかまあこれでドンピシャリだなと。 ピシャリだなっておかしいですけども、まさにタミューマセフというのが世界の中心点であったということを知りました。しかもですね、これはあのまだ単なる語呂合わせと言いますか、これはま,あまだ偶然かもしれませんけども、タミュー3回はですね、TAMU と書くんですね、英語では、タム m と読んだ。 読むのか、あれはタムーと読むのか分かりませんけども、まあタムーと読むでしょうね。タムー。皆さん分かりますかタムー。ムーなんですよ。まあこれはまだあの確認が取れてませんから、ていうからあの証拠がありませんから、あくまでも偶然ということになるのかもしれませんけども、ムー大陸のタムーなんですね。ビリビリッとこう、なんて言いますか、電撃を走る、電撃に撃たれたかのような、 衝撃を受けましたですね、まあだけどまあ、ビデオの方ではですね、えー、まあそこまで言い切りませんからねあくまでもロマンの範囲としてタミュー・マセフ無大陸までは断言できませんけどもその糸口をつかんだかのようなに思いますまあその詳しくは8 0号前後にその発表しましたので ぜひご覧になって今週発表しましたのでご覧になってください。ということで、まあ、あの今週の一番大きな成果はやはりこう無大陸の何、えー、て言いますかね尻尾を掴んだといいますか、まあ、そ,のその事実につきますね。まあとうとうここまで来たかという感じです。率直に言えばそうなんですよね。まあこれからまだ先検証が続きますけども。 皆さんと一実にこう何て言いますか、まあ、今皆さんと一緒にということを言いましたけれども本当に皆さんとに一緒に解いている感じが、まあ、月ごとに強くなってきましたですね。私一人ではとても解けません。というか皆さんからいただく情報あるいはその皆さんからいただくねあのアドバイスなどが大変役に立,つ立っているというか。 それぞれ皆さんね専門的な知識をお持ちのようでしてそしてそれぞれがですねそれぞれの方がですねそれぞれの専門分野を生かして私にアドバイスしてくださっていますそれが大変役に立っているんですねで同時にまあいかに自分が無知であったかということをまあ本当に今週は嫌というほど思い知らされましたね あのオーストラリアで、まあ、ずっと長い間大学の教授をしていた友人がいるんですけども、えー、先日も日本へ来てですねでしみじみと彼が語るにはですよ「広志、えー、僕はね若い頃時間を無駄にしたよ」ってそういうふうに言いましたね「そうか」と「僕も実は若い頃時間を無駄にしたいように思う」 というような話をお互いにし合いましたけども、お互いに懸命に生きていたことは事実なんですよ。決して遊んでいたわけじゃないし、仕事も人一倍って言いますか、よくやったと思います。彼もまあ、本当に本が好きな男でね、もう学生時代から本のなんて言いますか、本に囲まれてって言いますか、なんて言いますか、本に渦もれてって言うんですかね、もうとにかく本だらけ、本が好きなんですよ。それでまあ、本の中に渦もれて、 生活していたの男なんですけども。その彼でもそう言うんですね。で、私なんかも <laughs> もっと最悪ですわね。最悪というかもっと悪いですよね。そんな私はむしろ本はあんまり好きではありませんでしたから、あの飛んで跳ねてっていうような感じの男でしたから。まあ、あ特にあのあんまり小説は好きじゃなかったですね。やっぱりノンフィクションというか。 ノンフィクションの世界が好きだ好きだというかあの小説っていうのはまあはっきり言えば嘘嘘というか嘘ってもあのもちろんねあの小説っていうのはあのそれその一つの大きなジャンルを確立してるわけですけども私はあの小説っていうのはあの好きじゃありませんでしたねあの しかし、その代わり、ノンフィクションの本は、もう本当に読み漁ったというか、まあ、その学生時代は SF 小説が好きだったんですけどね。あのもちろん、あのもちろんでいいかとか、ですけどもね、<laughs> あの好きだったんですけども、まあ、その彼でもそう言うんですよね。ヒロシ、僕は若い頃、時間を無駄にしたよってことをしみじみと言いましたね。I wasted my time って言ってね。まあ、それはどういう意味で言ったか、まあ、いろんないいふうに解釈できますが、 そういういもものかもしれません、ねまああのって間に人生終わったよというふうに言う人もいますし、えー、外,人外国人の場合あまりそういう言い方しないで僕は若い頃時間を無駄にしたという言い方はよく聞きますねあるいは時は早く経つものだというような time f l e so quick とかねそういう、ね、言い方は聞きますけどもまあちょっと感覚というかねあの時の流れに対する 感覚が違うんじゃないかなという部分でそういう話になってくるわけですね。で少し前あの意識について話しましたんですけどもこの意識っていうのは癖もんなんですよね。この自分であって自分でないものを作り上げていくのが意識ですからね。例えばこれ2年ほど前にあの確かサイエンスという、まあ、アメリカでもていうか有名な科学誌に出たんですけども。 あの0歳児の赤ちゃんがですね実はもちろん本人は息してるわけじゃないむしろ本能的な部分ですけども実は演技してるってことが分かってきたんですねまあそんなこと言うと皆さんええー、と思われるかもしれませんけども演技してるんですよそれはどういうことかというとですね自分を可愛く見せるためにですねいわゆるその可愛らしさかわいい子供であるということを 演演出ししててるるんんでですすよね演技してるんですね技なぜかというと自分は可愛いということを見せあの表現してそして親に可愛がってもらわなくちゃいけませんからね親に世話をしてもらえな,なければなりませんから赤ん坊は赤ん坊なりにですね本能的な部分でその可愛らしさをその作り出しているわけですこれはミューチュアルアタッチメントという、まあ、心理学の現象とも一致するわけですけども 総合愛着というんですけどねそれと一致するんですけども赤ちゃん赤ちゃんなりにですね自分の可愛らしさを訴えてるわけですそして親はそれを見てですね可愛いと思うわけですねそしてこれもまたあのここやはり23年前に発見されてるんで、まあ、発見されてるいてほど大げ,大げさなもんじゃないんですけども母親の、ね、脳内を調べますと あの赤ちゃんが自分の子供がですよ、おにゃーおにゃーおにゃーと泣きますね。その時に脳内でさまざまな反応が起きるんですけども、その反応が起きる部位がですね、の脳の中の部分がですね、ちょうど人間がモルヒネを打った時とに示す反応の部位と同じだということが分かったんですね。もしか,し分かりやすすく言いますと モ,リモルヒネを打ちますね。そうすると甘い糖水感に襲われるんだそうですけども、そのモルヒネを打ったときに反応する脳の部分と、母親が自分の子供が泣いたときにね、泣き声を聞いたときに反応する脳の部分が同じだというわけです。つまり、赤ちゃんの泣き声を聞きますと、母親というのは甘い糖水感に襲われるわけですね。またそれが子供は可愛いという思いへとつながっていくわけです。 そしてそういうふうに親に思わせるように子供は実は本能的な部分で演技しているわけです。わかりますかこの意味が。でそれがあのまあ何て言いますか、まあ、ややパラドックス的に現れてくるのが例の赤ちゃんがいるという現象なんですね。まあ3、4歳頃にですね上の子がね3、4歳の頃に下の子が生まれますと 子供の世界ではよく見られる現象ですけども、赤ちゃんがいると言われているよく知られた現象が起きるわけです。それはどういうことかというとですね、今までそれまでは何ともなかったんですけども、下の子が生まれた途端にですね、急にこう赤ちゃんっぽくなってしまうんですね。しゃべり方も赤ちゃんっぽくなるんですね。めめ、めめ、ふちほちとかっておしっこをシャーっと漏らしたりするんですね。それが5歳、6歳児がそれをするわけです。 あるるいいはあの、まあ、攻撃的に出てくる子供もいますねじゃあなぜそんなことをするかというと嫉妬が絡んでるからなんですね。嫉妬という原始的なまあ何て言いますかあの感情にこう火をつけますとですね人間は相手を殺すところまでしますからね。まあ、ともかく嫉妬が原因となってその子供を赤ちゃん帰りにしてその子供をして赤ちゃん帰りを起こさせるわけですけどもなぜそういうふうになるかというと まあ上の子にしてみればもう一度可愛さを演出してですね半分下の子に取られた愛情をですねあるいは全部取られてしまった愛情を自分の方に向けさせようとするわけですそして本能的な部分でまあなってますか赤ちゃんっぽく赤ちゃんらしさを演出してですねそして親の愛をもう一度取り戻そうとするわけです、まあ、それに対して親はですね 下の子も上の子も平等に可愛がってますなんて言いますけどもこの平等そのものが上の子には納得できないわけですよね。それは例えば今この話を聞いていらっしゃる方がですね女性の方なら例えばですよある時夫がですね別の愛人を連れてきてですねこう言ったとしますね。 なあ今日からこの愛人もこのうちに一緒に住まわせるからなお前と仲良くやってくれお前と5050 5 0 50にねかわがってやるからなんていうことを言われましても多分妻であるあなたはそれには納得しないと思いますね子供にしてもそうなんですよねそれまでは100%の愛情を受け、まあ、全部が全てが全てが自分のものであったんですけども下の子が生まれることによって まあ愛情が下がれるわけですね。50-50になるわけです。で、その子供上の子にしてみれば50、50-50でも納得できないわけです。そこでもう一度親の愛を取り戻そうとして、本能が動き出すわけです。それが赤ちゃんがいるという現象なんですね。で、それがなぜ赤ちゃんっぽく見えるかというと、いわゆる赤ちゃんの時に、まあ自分がですね、まあ本人は意識してませんけどもちろんね、本能がそうさせるわけですから。そして、 おにゃ、おにゃ、おにゃ、おにゃ,おにゃって泣くことによって可愛く見せ、そして親からおっぱいをもらわなくちゃいけない、親に保護してもらわなくちゃいけない、親に世話をしてもらわなくちゃならないということで、親の愛を取り戻すと自分に向けさせようとするわけです。つまり、可愛らしさを演出する子供も、そしてそれは可愛いと思う親もですね、 共に操られているということなんです。共に自分であって自分でないものに操られているということなんです。もったきれば自分であって自分ではないということなんですね。でたまたま今夜も中学生諸君夜教室で教えてきました。 でまあ、あの中学生諸君というのはですね、もう性的エネルギー、セックスのね、性的エネルギーの塊みたいなもんですね、男も女も。もう爆発的なエネルギーを持ってますね。特に性に対する関心というのはですね、あの、なんて言いますか、もう爆発的ですね。ありとあらゆることがあの性に結びつい,いついていくんですね。 はいまあ、それはあの98%の脳みその中がまあそういうふうに動いているというふうに考えていいんじゃないかと思うんですけども <laughs> もっとかもしれませんがねそれ以上のエネルギーがあるわけですね男も女も、まあ、ただ男と女とねその性のなって言いますか表現の仕方が違いますがしかしま,る、まあ、まさに性的エネルギーフロイトが言う性的エネルギーの奴隷,な奴隷ですねで例えばですね あの私この前もワーフと電車の中でそういう話をしたんですけども若い女性がですねあの太ももをあらわにしたり胸を大きく広げたりしてまあした服装をしてますよね。それはなぜかというと女性自身がですね男心を知ってるからなんですね。つまり女性自身はそれを意識しないかもしれませんがちょうど先ほどの赤ちゃんのようにですね 深い本能の部分で。というのは人間の、人間が男か女かというのは、ほんのわずかの X 遺伝子と Y 遺伝子ですから、そのアンドロゲン,ンあ、ホルモンのほんのわずかな胎児の時にですね、7ヶ月か8ヶ月,8ヶ月頃のほんのわずかなホルモンの違いによってあの、男は男になり、女は女になるわけですよね。それまで男と女は区別されないわけです。 そですから男男ににもも女女ののの部部分分ががああるるしわけです言い換えますと女性がですね太ももをあらわにしてそしてそういうファッションだと思い込んでるかもしれませんし自分で考えてそういう服装をしてるというふうに思うかもしれませんけども実はそうではなくて女の中にもて言いますか男の部分があり男がどうすれば女欲を覚えるかということを逆に知ってるわけですよね。 ですから、女性は、まあ、男はですね、例えば、男の,あの性,性欲っていうのは、もう、これ、センサー万別して、私も同じ男ですから、よくわかるんですけども、どこで、どのように、女性のどの部分にどのように感じるかは全部違うんですよね。まあ全部まあ、ある程度のパターンというか、定型化はできるでしょうけども、違うんですよね。で、まあ、太ももの、あの、かムキムキした、その太ももに性欲を感じる男も多いのも事実なんですね。言い換えますと、そのことを女性は知ってるわけです。 もちろん意識しってるわけじゃないんですよ。無意識の世界で女の中にも男の部分がありますからね。で、自分は無意識のうちにも太ももをあらわにして男の女欲を誘ってるわけです。もちろん男にもそれがあるわけですよね。まあ、それはたったいろんな形で出てくるんでしょうけども、まあ、一つの例としては例えばあの露出鏡がそうなんですね。男は女性の裸体を見て、すごく性的にこう興奮するわけですけども、 同時にそれは女性もそうであろうという、まあ、男の中に潜む女性感というも女性がですねあってそしてそれがこう女性に対して露出させてそしてまあ相手もまあハッピーになるんじゃないかというような感じで引きつけようとするまあむしいことをするわけですよね。 ですから自分じゃ変態だなんて思ってないんですよね、多分ね、分かりませんけども。まあ、ともかくも、そういうふうにして、男の中にも女があり、女の中にも男がある、それは男と女がですね、それと違い違わないということなんですよね。ただあの男の,あの生殖あ確か農家 衰退というところにあるんですけども性欲本能を司る本能の部分はですね女性の2倍あるそうですねしかも男性の方はですね空腹中枢の近くにあって女性は満腹中枢の近くにあるということがまあよく言われますよねごめんなさいねあの資料りなしというあの話してますからこの辺は正確じゃないかもしれませんけども ですから女性はあの満腹になると性,性欲を覚え男性の場合は空腹を覚えると性欲を覚えるということがあるんだそうですね。はい、例えば,例えばあのこれは非常にこう、まあ、恐ろしい話ですけどもあの戦場でこう兵士が倒れますねそうするとあの兵士というのは最後に自分の,その精子をあ、まあ、精子をですね どう,っどう表現したらいいんでしょうか、ちょっときわどい話なもので、つらいんですけども、聖書を放出したいと願うでしょうかね、あ,のある方のねあの、ある本によれば、あのみんな、男性のそれはあの、まあ、まあ、イレクトしていたと。 そういうい話なんでですねでだなぜこの死んで縦断を受けて、えー、まさに死の瀕死の状態で、まあ、瀕死が死んでいく男がですねそういうまあ、イレクトの状態になるかというのは、まあ、謎だったんですけどもそれはどうもこの生死の死の方に、えー、関係していてそしてその何て言いますかあの はい。ということです。まだご想像ください。まあ、ということで、男と女とはそういうふうに違うということはあるそうです。しかし、基本的な部分では、男は女であり、女は男であると。逆に言いますと、今度は先ほどの話に戻りますけれども、親の中にも子供がいて、そして子供の中にも親がいるということなんですよね。ですから、赤ん坊はあの0歳の赤ん坊がですね、あのいわゆる親の,親の心も知っているわけなんです。どうすれば、 親心を自分に引きつけることができるかということを本能的な部分で知っているからこそ、あの可愛い赤ん坊を演出するわけです。それはその通りなんで、もしね、あの赤ん坊が生まれたら生まれるとどど同時にですね、憎たらしい顔をして、おい、お前、俺におっぱいよこせやこの野郎ってなって言いましたら、ね、母親おっぱいやるのをやめてしまいますからね、そんなことしたらもう自分は生きていかれないわけですから。 ですから、かわいい声をしてね、母親の親心をくすぐるようにして、あにゃー、あにゃー、あにゃーと泣いてみせるわけです。赤ちゃんがいるを起こす子供も,も,もそうなんですね。5、6歳になって、それまではおもらししたこともなかったような子供がですね、突然ある日、おもらしを出するようになって、そしてお母さんに向かって、めめー、めめーめめめめ。ですから、そうした赤ちゃんがいるを起こした子供に対してですね、怒ったり叱ったり、あるいは説教しても無駄ですね。 なぜならば本能的な部分からそうした行動行為行動をしているわけですから説教しても逆効果なわけですかえってその子供を孤独の世界を追いやってしまうもっと言いますと嫉妬の世界を追いやってしまいますから逆効果になるわけですね、まあ、要するに私はここの今ビデオの中で何が言いたいかというのはですね私たちが持っている意識というものも実は作られた意識だということなんですよね その塊なんですねそして自分は自分だと思ってるんだけども実は自分であって自分でないものによって動かされてるってことなんですよね。それに気づくか気づかないかまあその人生をいかに有意義に生きるかという意味においては重要なポイントになるわけです。それに気づけば私は私生きていかれる私は私なんだという部分が 実は生きるってこといこにつながっていくわけですよねで冒頭の話に戻しますけどもオーストラリア人の友人のその話に言葉を借りるならばね僕は若い頃時間を無駄にしたよってことを本当にしみじみと言いますけども彼は研究者として決して無駄にしたわけではないんですけどもやはりこれを無駄にしたんだよというその意 意識の向こうにあるものは、やはり自分であって自分でない人生を生きたという意味で、そういうのだろうというふうに私は理解しています。言い換えますと、いつも何かによって動かされ、操られていたという感じになるんでしょうね。それが時間を無駄にしたという意識へとつながっていくんじゃないかと私は判断しています。言い換えますと、私たちは自分の人生を生き,生きているわけですけども、 本当にこれが私の人生だ、これが私なんだという人生を生きているかどうかというと、それは怪しいですね。最も最大のものが、やはり今言いましたように、恋愛ですよね。あれはまあ、医の病気なんですね。性的エネルギーが爆発しているだけなんですけども、それをもって、 まあそれ否定はしてませんよ。否定はしません。あのー、否定はしませんし、できませんが、しかしだ、それがあるがゆえにね、人間は子孫をですね、子孫を後世に残すことができるわけですから、それはなかったら人間は絶滅してしまいますからね。ですから否定はしません。しかし、そういったエネルギーに弱、弱、まあまあ、って言ったら言い過ぎかもしれませんけども、そうしたエネルギーに翻弄されるうちにですね、自分を見失っていくわけですよね。 大切でないものを大切だと思い込んでしまったり逆に大切なものを大切でないとか逆かというふうに思い込んでしまったりするわけですよねまあそういうふうにして生き,た人生きているとその時は気がつかないかもしれませんがまあ一歩退いてそしてこの何て言いますかねいよいよ晩年になっていきますと時間を無駄にしたなという何とも言えないやるせない思いと思いとなって 跳ね返ってくるんじゃないかと思うんですじゃあどうしたらいいかですけどもねどうしたらいいかということを言うんですけども例えば前も言いましたけどね電車に乗るとすぐ化粧を始める若い女性が多いですよねでまあ電車の中でそういう姿を横で見てると一生懸命やってるんですねでまあそういう女性に多分ですよあなたは自分の意思でそれをそういった化粧をしてますか って聞きますと多分、っていうか100%その女性はもちろんですよと答えるでしょうね。しかし本当は操られてるだけなんですよね。操られてるともう気がつかないまま操られてるんですよね。しかし、そういうことを繰り返したところで、えー、自分の人生としてその,その時間をですね、えー、自分の手でつかむことはできませんよね。やはりこの自分の時間っていうものを自分の手でつかむためにはそうしたまあ 自分が操っている部分と決別しなくちゃいけませんね。それはもう大変難しいと思いますね、若い頃は。名誉や地位、そういったものに毒されるというか、さ,さらにはね財産や、まあ、もっと言えばマニーの世界ですね、そういうものに毒されるということ、それは必要ですからね。私だとお金は嫌いじゃありませんから。しかし、そういうものに毒されてすぎてしまうと、自分を見失ってしまう。それがいつかやがて、 時間を無駄にしたなというふうになっていくのではないでしょうかね。まあその友人なんかもかなり、まあ、私は尊敬してますけども本当に人格者で素晴らしい人生を送った人なんですけども、まあ、今もでも送ってますよ人なんですけどもそんな彼でもそういうふうに言,う言わんや私親となるわけですね。それじゃあ私はどうだったかというと私も正直言います。時間を無駄にしましたね。 本当に自分であって自分でないものに操られてきただけの人生でなかったかなと思うんです。今でもそれはありますけどね。今でもそう思いますけども、そうであってはいけないと思って自分を一生懸命、まあ、見つめるということをしているわけであります。ということで今日は少しまあ、なんて言いますかあの、少し前に話しました意識論というものをもう一度考え直してみました。そして私は今、 こ大きな問題にぶつかってるんですね大変大きな問題ですそれはつまりエリクソンが解く老後の統合性の問題なんですね自分のすべきこととそして現実にしていることを一致させていくこれが老後の統合性というわけですねちょうど思春期の自我の同一性と同じなんですね自分はこうありたいという自己概念と そして現実に私は何をしてるんだという現実事故この2つを一致させることを自我の同一性と言いますね同じように老後になってきますと今度は自分がすべきこととそして現実に今してることを一致させていくこれが老後の統合性の問題となってくるわけです。 エリクソンという学者が特には老後の統合性は無視無欲でなければいけない。氷打算金銭欲あるいは名誉地位というものが入り込むと老後の統合性は無産。無産ということはあの無しに切りと書くんですけども消えてなくなってしまうというわけですね。ですからこれをいかに一致させていくかということが老後を心豊かに生きる一つの大きな要となるわけです。 これがこの構築に失敗しますと本当に老後は惨めなものになると思います。それはしみじみとって言いますか、この年齢になるとわかるんですね。で、私は今懸命に謎の点と線を調べてますけども、無視、無欲ということに心がけています。まあもちろんもう、今更ね、名誉や地位には興味ありませんし、全然興味ありませんね、そういうことについては。 まあないというかまあ話題にもなりませんね要するに私がすべきことは何だ、まあ、それについては心理学の世界では心善美の追求この3つのうちどれかということになるんですけども真実か善の追求か美の追求かそれはそれぞれの人によって違うでしょうしまたその他にもあるでしょうしかしこの心善美の追求こそが老後の統合性を確立する 一つの方法なんです、ね、がしかしですね皆さんはい65歳定年退職しましたじゃあ明日からねゴビの砂漠へ行って柳の木でも植えてそして老後を心豊かに過ごしますなどと言ってもそれはもうできないんですよエリクソンが特には40歳人生の正午と言われている40歳頃から始めても遅すぎるということですねその頃からすでに老後の統合性に向けて準備を始めるわけです そして、その下地を作っていくということですね。ボランティア活動にしろな、なんであるにせよですよ。その人それぞれみんな違いますから、何であるにせよ、老後の統合性に向けて自分を作り上げていくということです。そして、その時が来た時に、それを思い切って花か開かせるということですよね。それが老後の統合性なんです。若い人から見るとね、老後はね、孫の世話と花い庭いじりですか。 そ,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 れそういうことだというふうに思っている人は多いですね。また老人というのは孫の世話と庭いじりをしていればそれで幸せなはずだというふうに若い人はお考えになるかもしれませんけれどもとんでもない話ですねそれは。まあ皆さんもやがて老後がやってきますから楽しみになんてことは言いませんけれどもあの大きく心境は変化しますからそれはもう嫌やなしに変化せざるを得ないですね。 というのはあの、未来のある人生と未来のない人生の違いと言ってもいいでしょうかね。大きく違うんですよ。まあ、ともかくもあの、老後の統合性をいかに確立するかということは、すでに,、まあ、にですね、40歳前後から準備段階に入らなくちゃいけない。私の大師のたまる賢先生はですね、私が、 うん、32、3、まだ30歳になったばかりの時にね、あ東京大学の理学部の研究室に行きましたら、私にこう言いました。林くん、そろそろライフワークを始めなさいよって,って、優しい方なんですね、あの方は。で、私は驚いて、まだ先生、私、30いくつ忘れましたけど、ですよって言いましたら、先生はこう言われましたね。それでも遅いですよ。 も,っともうライフワークを始めなさいよってどういうことかというとですねライフワークというのはどういうことかというと一生かかってこれが私だというそういう仕事をするのがライフワークなんですよねこれが私なんだという仕事をするのがライフワークだというわけです決してあの名は地位やそういうためじゃない自分に納得できるものを仕上げていくそれがライフワークだというわけですよね 私はもうその頃そんなことに言われまして今から思うといいことを言っていただいたなというふうに思いましたねでそれからライフワークを意識するようになってエンジンがかかるようになるまで10年近くかかりましたですけども10年間悶々とした気持ちで自分にとってライフワークとは何かということを考えていたように思います今も考えていますよね私にとってライフワークとは何かってその準備は40ぐらい人生の正午と言われている 40前後から始めるしかしそれでも遅いというわけですよね。じゃあ何歳ぐらいかとてなりますとやっぱり30ぐらいでしょうね。あれは私の感じではもっと早くてもいいと思いますよ。まあ、その頃から自分というものは何であるか自分はどう生き,た生きるべきなのか何をすべきかということを探っていくそしてそれをやがて徐々に徐々に完成へと結びつけていくわけですね。 ですから逆に言いますとそれ以前の私というのはやはりこう時間を無駄にしていたという感じにつながっていくわけですまあ皆さんもこのビデオを聴いてくださる方の中には若い人もそうでない方もいらっしゃると思いますで私ねふっと嬉しいなと思うのは中にこの前も一人いらっしゃいましたけど私は林先生と同じ年ですなんてコメントを書いてくださった方がいらっしゃいましたけどそういう方に出会うと本当に嬉しいですね ああ一緒にこれでね、あのなんて言いますか、同じ年齢とものとして、お互いに寂しさや辛さを理解し合いながら、同じ問題を考えることができるだなってね、そんなふうに考えて、ほっとするんですよね。面白い感覚ですね、あれね。で若い人は若い人に、まあ、接した時もやっぱり嬉しいですけども、やはりこう同年齢、特に同年齢ですね、昭和22年生まれの方に、まあ、そういったメールなんかいただきますと、本当に嬉しいですね。 一緒に頑張りましょうねって、本当にお互いにエールを送りたくなるような、まあ、なんて言いますか、喜びを感じますね。それはなぜかというと、やっぱり、同じ年齢だからお互いに理解し合えるものが大きいんじゃないかという意味も含まれるわけです。まあ、要するに、まあ、なんて言いますか、その、まあ、なんか偉そうなことを今日は言ってしまったような感じがしますけども、いかに自分を見つめ、 自分のすべきことを発見し、それはね、あの仕事でねあの、収入も得なくちゃな,れならない方も多い,多いというか、みんなそうですけどもね、かもしれませんけども、しかしそれだけに終わってはいけませんね。やはりこう、老後の統合性、そういう意味では老後は素晴らしい面もあるんですよ、決して暗いばかりじゃない。あの、追い詰められた緊張感といいますかね、<laughs> そういうのもありますから、あの必死になってやりますからね。 はい、まあいいんですけども、まあ、とにかくそういうものに向けて老後の統合性に向けて自分を作っていくってことですねそして自分であって自分でないものを排除しそして本当の自分はどこにあるのかということを見つめていくその一つとしてまあ例の意識というものをまあ少し前に話しましたけどもそういうことですということでまあ話が繰り返しになりましたので、えー、この辺で今日はやめておきますが。 時間を無駄にしない人生とは何かということはこれは大きなテーマですね。はい。ということでまあ私は話をずっと戻します。えー、今週の大きな成果は タムータムーマシフというのが正しいかもしれませんが、私はあのビデオの中でタミュータミュと呼んでましたけど、my myu とは書いてありませんからね。タムーマシフ、どうしてタムーというようになったか、私はまだ理由が分かりませんが、ひょっとしたらひょっとしたらですよ。ムー大陸に関係しているかもしれません。言い換えますと、いよいよムー大陸の謎に足を一歩踏み込んだということになりなるかもしれません。まあ、今後さらに。 この問題については追求してみたいと思います。ということで今日の今週の、えー、ビデオ日誌を終わります。どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございました。Thank you very much for your listening and watching. Bye!